いつも視聴していただきありがとうございます。今回は iCAD で、より早く、より効率的に二次元図面を作成する方法です。効率的にやるとしたら、既存図面の寸法線は利用したいですよね。図面下で書いた寸法ならば、寸法のズレが表示され、うっかり間違いも減りますし。今回はその寸法線コピーのコツです。いつも永瀬エンジニアリングの YouTube チャンネルを見ていただきありがとうございます。今日は、寸法線の使い回しで、例えばこのビューに今回寸法を入れたいんですけど、この程度の寸法ならこうやって書いてしまえばそんなもんなんですけど、より早くやろうとしたら寸法線をコピーしたりしたくなりますね。で、iCAD じゃない CAD で寸法線をコピーした場合とか、たまにこういうなんかずれてしまって、寸法線と絵がずれてしまって、とんでもない間違いをする経験も、設計者の方でおられると思います。でもそんなことするの僕だけかな。ただ iCAD の場合は、更新をすることで、ちゃんとこの寸法のずれっていうので、教えてくれるんで、iCAD の場合はやっぱり寸法線のコピーっていうのが、だと思います。じゃあこのビューに寸法線をコピーするとき、例えばよく使うのがビューコピー。ビューコピーのアイコンもこのビューをコピーする、窓間コピーする、差分表示する、この3つが本当に似てる。特に差分表示と似てる。ここプラスとかあるからかな。ビューをコピーするが一番早い。ビューをコピーするで、例えばこれとこれとこれを原点で00エンター00エンター、ビューコピーでこういう風にコピーできれば更新しても寸法のズレは出ません。でも稀に、皆さん経験あるかもしれないけど、例えばじゃあこれもコピーできそう、これもコピーできそうという時に、ビューコピーでこれとこれで5で基準座標0スペース0エンター、配置座標0スペース0エンターにすると、こんなことになるときありませんか。でこれって言ったら座標系が違ってて、もうこれちょっと見た目一緒なんですけどね、だけどちょっとずれるんで、これで更新しちゃうとこんなことになっちゃう。でこんなときはビューコピーじゃなくて、こうなっちゃうときはビューコピーじゃなくて、これでこの寸法とこの寸法をここ基準で、ここに置いてあげます。でもこの段階ではこいつとこいつは違うビューなので、これで更新するとどうなるかというと、こいつ、この寸法線のビューに絵はいないんで寸法のズレが表示されます。でもこういう時はこれですね、要素が属するビューを変更する、これで既存ビューなんで、この寸法2つはこの絵のところいける。じゃあ上の絵からコピーします。もう一回削除。まずビューコピーが使えるか。ビューコピーやってみます。ビューコピー。これ。いいんですけど、こういう場合も、もし座標軸が違う場合は、一旦これをさっきと一緒な風にコピーでここに配置して、これを要素の属するビューの変更でこいつとこいつをここに、でなんで寸法線をコピーするときは、座標が完全一緒ならビューコピー、座標が違うなら一旦この絵に載せて、で要素が属するビューを変更するで変更してください。今回もご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。どうでしょう、ビューによっては寸法線のコピーの方法が異なりますよね。その時によってやり方を変更し、より早くより正確に設計製図を進めていきましょう。
それにしても図面化は本当に便利ですね。寸法のズレは本当に可愛いですね。図面化に移行されていない方々は、図面化、絶対おすすめですよ。永瀬エンジニアリングでは、一緒に楽しく仕事をしてくれる仲間を募集中です。僕と一緒に仕事をしたいと思う、そんな既得な方がいらっしゃったらぜひご連絡ください。また、動画制作の励みになりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。